品川区立豊か用の森学園は、東京都品川区二葉にある公立の義務教育学校、小中一貫教育を行う施設一体型公立の学校である。平成25年4月に、品川区立小中一貫校豊か用の森学園として、区内で6校目の施設一体型一貫校として開校し、1から9学年の9年間の一貫教育を進めてきた。 前身は、都省小,小学校、大幕牧小学校、豊か用の森中学校である。2011年4月、江原第3中学校と江原第4中学校が統合した2013年4月、都省小,小学校と大幕牧小学校と豊か用の森中学校が統合し、施設一体型小中一貫校豊か用の森学園が誕生した。養保一体施設の ふたばす小屋家園と品川区の江原第五地域センター、豊か用の森学園温水プールを併設した地域の中核施設となっている。公名、豊か用の森に使われている、豊は、学区域の豊か町から、葉は、同じく学区域の二葉から、森は、都省小,小学校から命名されている。校門並びに、入り口の大階段は、 かつての学校名や学校が所在した地域の名称を統合した豊か用の森にふさわしく、豊かな森と絵柄を象徴するエゴマの葉、そして地域の生活を支えてきた旧品川洋水をモチーフとして描かれ、新しい学校の背景にある歴史を表しながら、それらがここで育つ子供たちの未来へつながっていくことを、親しみやすく明るい色調と絵柄で表している。 豊たの森学園の成り立ち、品川区教育委員会、http コロンスラッシュスラッシュスクール .cts.ne.jp スラッシュ p e n オープンスラッシュ cnt スラッシュ3スラッシュ1249スラッシュ1スラッシュ e n k e k u p d f 2 0 1 7年9月9日閲覧 https://resemom.jp://article/2012/09/18/9880/html 品川区立小中一貫校。 豊かカの森学園2013年春開講 http コロンスラッシュスラッシュ www.townaart.co.jp スラッシュプロジェクトスラッシュ houyouno mor i 株式会社タウンアートありがとうございます